明日22日23日がですね出張公演ということで、今日お昼の部終わったんです。21日です。音響とか照明とかあと衣装とか小道具を、トラックに積んで明日の準備をするんですけれども、今トラックが来たんですよ。お疲れ様です。リフトついてないね。あ、ついてるついてるついてる。あ、これよ、あのこれだ。非常ブザーを室内と普通にこうなんかこうやって上にして、そう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 、トラックのねなんかあのブイーンって出るやつ、あれがどこから出るか分かんないというね。あ、あった、行くよ、行きますよ。で、これがアップ、ダウン。あの、なんか途中で閉めるのが緑やったらこれ使ってるか。はい。ということで雨も止んでよかったなと思います。今から荷物をトラック、今のトラックに積み込んで、で明日の朝8時でここの社長さんがですね、マイクロバスを1台出してくれるということで、朝8時に、その公演場所に向かうということでございます。ちょっと荷物をトラックに積み込みます。では行ってみよう。おはようございます、カルタです。22日の朝8時です。今から2時間ぐらいかけて今日の出張公演場所に行きます。どんな珍道中になるか皆様ご覧ください、どうぞ。ということで我々劇団オーザは2日間の出張公演日の出作業に向かうのでありました。高速道路を抜けて山を越えて自然広がる日の出作業に、なんと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 朝8時からトラック飛ばしていったわけですよ。ということでここが日の出作業、いつ到着、コックンが車を誘導しております。さあここから始まります2日間の出張公演、どんな舞台になるのか皆様お楽しみに。日の出作業に到着。はい、着きました。2時間ぐらい高速道路と山道を抜けてだいたい2時間ぐらいでした。でちょっとね霧のような雨がね降ってるんですけれども、まあ、天気はなんかいいですね。ということで今から荷物の搬入行ってきます。舞台を、まあ、限られたスペースなんでどういう風にセッティングするかちょっと考えながら、まあ、舞台の上なんですけれどもどうしてもここに音響機械、ミキサーとかねアンプとか置いて、で少し目隠しして、でここに黒いパーテーション、そしてこっちから見えるかな、こっちから、出ていく出入り、だから下手出入りしかできない。あとは客席中央出入り、舞踊者の時はね客席からでもいいんですけど、お芝居の時は、今回用意したお芝居がねちょっと横から出ないといけない場面があるんで、何とか工夫しながらどうなるか楽しみです。ということで舞台セッティングしてたらその日に舞台があるっていうことを忘れてて、セッティングに没頭しておりました。さあ慌てて化粧を開始いたします。
今回はお芝居、僕はばあさんです。ばあさんの化粧見てください、出来上がり。いや化粧はできたけど、いや外に来ました今。めっちゃのどかですな、これ見てください。あ、逆光で映ってないか。まあ俺よりもこのね後ろの風景見てくださいよ、ものすごく。で前にね学校なのかな、なんかあって、運動場があって、小学校、はい、なんかいいね雰囲気がいいわ。学校があって塀がない、でこの、ね、植木っていうかこの草木で覆われて仕切りをして、でこれが運動場で、お客さんもね結構来てくれてる。で口コミで大衆演劇やるよってぐらいの宣伝でね結構集まってくれたって言ってましたね。で今日と明日もまたまた違うお客様が来てくれるという、ことでございまして、結構もう席はもう結構チケット制でね予約ばかりになってた。うん、ものすごくやりがいがある、出張公演です。さあそろそろ舞台始まりますんで、ちょっと行ってきましょうか。ございましてね、今日はですね、本当にね皆さんね、普段この大衆演劇、地元でっていうのもう始まります、挨拶してます。今日は本当に楽しんでいただきたいと思います。劇団モードさんの芝居はねとってもいい内容の濃い、いい芝居でございますので、ですね、それからまあ芝居の後はね舞踊ショーがありますのでね、楽しんでいただきたいと思います。はい、1時開演でございますので、あと 2,3 分少々のお時間で、お芝居の方が始まりますので、ですね、皆さん拍手でもってですね、お芝居そして舞踊ショーの方をですね、感激していただければと思っております。本日は本当にありがとうございます。では間もなく開演です。木付集落館の社長のご挨拶が終わりました。この後は第1部お芝居です。終演いたしますと口上挨拶、そして舞踊ショーになるわけなんです。まあ普段舞台やってる通りのプログラムで、今回見ていただきました。2日間の出張公演です。いや日の出茶寮いいとこですね。その土地緑があって自然豊かで、ものすごく空気が澄んでて、でもう食事いただいた食事がもうみんなうまいの、美味しいの。いやまた行きたいな。縁がありましたら劇団オーザ、また大衆演劇どうぞよろしくお願いいたします。では次回の YouTube で会いましょう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録高評価、そしてサンクスボタン押してくれたら嬉しいな。それじゃあ次回のカルチャンネルで会いましょう。ツンドコツンドコー。